私はゴンザイバラナナサ、基本人にそこまで興味がない。だから媚び売られるのとか本当に嫌い。私はみんなご存知ブスだゴリミ。今日もとりあえず褒めとこうっと。みんなバカなの。お世辞を本気にするなんて。ナナサちゃんおはよう。あ、おはよう。やっぱナナサさんってほんとかわいいね。そうか、髪型とかも最高だし、もう目もパッチリしてて顔も小さいし、ほんとかわいいお人形さんみたい。ありがとう。スタイルも最高にいいし、モデルさんか何か。いや絶対やってるでしょ。そんなこと。次期モデルさん、私なんてさ、太もも丸太みたいでほんと。いや、そんな変わらないと思うけど。太いし。絶対彼氏いるでしょ。ずっと思ってたけど。彼氏いないよ。あ、そうなの、うん、絶対いると思ってたのに、もう。ごめんね、なんか。ナナサちゃん、ナナサちゃん。え？テスト何点だった？うちは93点。ほんと全然できなくて。すごいね。ナナサちゃん何点だった？いや、私は89点だった。え？89点すごい、ほんと尊敬する。頭もいいの？顔も可愛くて、お人形さんみたいでスタイルもいいし、頭もいいってほんと尊敬する。憧れ。私の方が点数低いし。ほんとすごいと思う。 ありがとう。てかさ、ナナさ、あいつ、マジ自分のこと可愛いって思いすぎじゃない？超わかる。だよね、全然そんな可愛くないじゃん。いや、ほんとそれな。しかも男子の前で声とか高いし、マジイラつくんだよね。ほんとわかる。てか、あれで一軍気取ってんの、マジほんと笑える。ね、痛いよね。超ウケるよね。あ、たつき、おはよう。たつき。ナナサちゃん、ナナサちゃん、一緒に帰ろう。はい。いや、てか、ナナサちゃんと一緒に帰るとかめっちゃ光栄なんですけど。てか髪切った？いや、切ってないけど。超可愛い。いつもに増してさらに可愛いよ。もう、可愛い。憧れだなぁ。さ、そういうのほんといらないから。廊下で悪口とか言ってんのも全部聞こえてるから。言ってないよ。いいからそういうの。言ってない。言っとくけど、私一軍でも何軍でも何でもないから。あんたたちが勝手にそうやって狭い檻の中で決めつけてるだけでしょ。人のことぐっち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 言ってる暇あんなら、自分の顔鏡でよく見てみたら。すっごいひどい顔が映ってると思うけど、鏡見てもよくわかんないんだったら眼科行ってくれば。じゃあね。かっこいい。あなたちゃんに一応ついてく。今回主演をいただきましたナナサです。まあ、引き続き自分の顔面をもっと高めていって、主役のブスミゴリミです。よろしくお願いします。世界で羽ばたいていけたらなと思います。私はなんか普通に女優とか、普通にあのよくやってるんですけども、初演女優賞もいただいて本当になんか嬉しかったと思います。はい、ということで今日も見てくれてありがとうございました。おならを披露したいと思います。お願いします。よし。最低。